逮捕された名古屋市熱田区の会社社長加古直秀容疑者55歳は2019年10月犯罪による収益と知りながらタイにある会社から自身が経営する会社名義の銀行口座におよそ8500万円を通常の取引であるように見せかけて入金させた組織犯罪処罰法違反の疑いと銀行に虚偽の理由を言ってその金を引き出した詐欺の疑いで 今朝送検されました入金された金はタイにある会社の経理担当者が国際ロマンス詐欺に遭い不正に送金したもので海外メディアによりますと世界17カ国の112の銀行口座に合わせておよそ250億円が送金されたということです過去容疑者の会社名義の口座にはおよそ5億5 0万円が送金されていて 警察は過去容疑者が国際ロマンス詐欺グループの一員とみて調べています。こうした詐欺の被害はこの地方でも。被害額はいくらになるでしょうか。約一億円になります。私の老後の生活を全て失った。こう話してくれたのは東海地方に住む六十代の男性。マッチングアプリで知り合った桃子と名乗る女に。 騙し取られたと言います桃子は長年シンガポールに住んでいて日本語が苦手だと話していたと言います SNS を通じて連絡を取り合っていましたがある日、桃子からこんな提案がネットショッピングをやりませんか まあ将来のことも考えて一緒にお金儲けをしたいとダーリンと一緒にネットショップを経営して稼いだお金で好きなものを買いたいももこに誘われ指定されたサイトに登録した男性しかし実はこれ偽サイトでしたこちらが本来の EC サイト男性に送られてきた URL には 同じような文字列ですが、最後に X がついています。ももこが提示したビジネスモデルはこうです。まず男性がお金を払って、アクセサリーやバッグなどを仕入れ、サイトに出品します。注文が入るとサイト側が発送し、商品が届いた後に注文者が金を支払うと、その利益が男性に入るという仕組みです。 最初の仕入れ額は五万円。注文は順調に入り、一回あたりの仕入れ額は百万円。二百五十万円と、どんどん膨れ上がっていきます。しかし、男性の元にお金はなかなか入ってきませんでした。カスタマーサービスっていうのがあって。で、そこに連絡をしたんですけれども。ある一定の金額を払えば、今よりも優先的に。ユーザーに発送をして。 入金されるリードタイムも早めることができますと。じゃあ、れて一千万円入れてしまいました自身の退職金や十五年以上かけて投資信託などでコツコツと貯めてきた老後の資金などをすべて積ぎ込み、二ヶ月で支払った総額は九千九百八十万円に上っていました。いかれしかない。 手持ちのお金では。もう生活ができないです。まあ、子供と。同居していますが。まあ、彼らから。食費と光熱費を。払ってもらって。もともとの理想っていうのは。別荘でも買って。のんびりと過ごす計画はしていました。消費者問題に詳しい弁護士は。気を引かせた後で。あの、お金を出させるんですけど。 騙している方は、ですね。持っているお金を全部引き出すまで、あのやめませんからで、全部引き出させたら一億あったと。男性は桃子と会ったことは一度もなく、桃子のラインアカウントを調べたところ、フィリピンの携帯番号から登録されていると分かりました。しかし、それ以上の特定は難しい。上、支払先の口座にお金はほとんど残っておらず、全額を取り戻すのは。 1円でも戻してほしい。それだけです